皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。旦那様です。あーマジで、年齢半たらき3000万年、サバウアリが6000万年のドゥルンドゥルンドゥルンドゥルたちじゃねえのか。旦那様なんて見たくないよっていうやつらいますよね。お久しぶりです旦那様です。さあ見ていきましょう。これ旦那様チェイスですね。これやばいですね。外周チェイス、彼の得意の外周チェイス、しかも最初から女王、この小屋でいつも彼はイモるのに、このね、見てくださいよ、弁護士と画家とマジシャンと弱い、うますぎんだろまずね。このクソパでこのクソメンツでさ、彼は率先してここでチェイスをね行おうとしたんです。はい、なんと黒リンパした先にいた、うますぎる。はい、ツバメの5の、雨、うん、で芸者じゃない、誰だこいつ、女王ですね。女王がこっちに回ってるんで、はい、逆回りうますぎる。さらに逆回り、やばいやばすぎる。ここでもそろそろ鏡出すんじゃないかな。ステッキがあるから、うわ、おーい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 。さあここでね、次考えるべきことはもう鬼没ですね。鬼没、はい、鬼没みんな警戒してください。いや、うますぎる。まあ、この鏡がもう当たらないんですね。これがどういうことかというと、ここ、鬼没警戒ですよ、皆さん。鬼没警戒です。してくださいよ。わ、紙一重。エグすぎる。どの道も向こう、板、あと、廃墟まで行くの大変だから、皆さん、どうする？これ当たるのちょっと変だよな。これちょっと当たるの、変だよな。このマジシャン、うますぎる。予測打ちの鏡外して行く。俺はこの息でどこまで続くのかさ。誰、掃除。誰だよ。おめえかよ。左右の掃除くんだ。はい、掃除がね、はい、また蓋。また蓋、バツ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 、はい、チェイスですね。弁護士チェイスです。さっきのさ、あそこのいきなり隠れもいいね。こういうさ、遠距離攻撃を得意とするハンター。あまり自分の足で追わないハンターはね、こういう風に予測して撃ってくるので、結構ね、効果的です。だってさ、先行っても仲間の暗号機をね、干渉することだし、ね、でもあそこ地下ね、離れたからね、あそこが強いことでね、全然ないので、あそこでね、隠れてワンチャンかけてもいいと思います。で、彼のワンチャンも、旦那さんのワンチャンはマジでワンチャン。昔さ、結構昔の動画でね、なんかね、なんか旦那様がさ、魔王、魔敵だっけ、歌っているその動画知ってる人いませんかっていう、なんか結構最近の動画にコメントしてあって、ちょっとコメントしたかったんですけど、私知りませんってしたかったんだけど、ちょっとめんどくさくてやめたんだけど、魔敵なんかあったのね、あーのやつですよね。はい、もうこれです。はい、もうこれがその魔敵の動画です。はい、さあ、食らいますよ。ナイスです。いいですね。お前、ボロボロやな。ボロボロやな、あの弁護士。それにしてもいいチェイスですね。で、一緒に降りて、挟み撃ちですね。鏡の位置がちょっと変だね。毎回突っかかると、はい。どん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 ね、割れ窓加速といたわれ、膝小僧割れるようにね、どんどん使っていくと、はい。無限ループですね。そこで、マジシャンがね、チェイスできてたのがね、まあ、この女王が弱かったからやってみんな言うけど、皆さん、鬼没のクルタイム見ろ。鬼没がねえからこんなに持ってんだよ。わかるかね、そういうアンチの雑魚どもがさ、これ、何やろな、これ。こいつも経験上ね、こういう風にね、通って攻撃してんだけどさ、もう完全な予測やもんね、見えてないからさ、これちょっと修正した方がいいんちゃいますかね、ちょっとありえんわ。こういう攻撃判定、まあでも、実際の 3D モデルの攻撃判定と、その、みんなが認知する空間ってね、マジでね、3D モデルの方、すごい大きくしてあげないと、自分が認知する目のなんか感覚でやってるとね、全然当たらないから、これはなぜかというと、なんか、高難者やっけ？なんか、1000万円出してゲーム作りを応援しますよっていう、その、マジシャン指名手配で今地下で、ね、箱を漁ってます。で、彼なぜそうするかというと、結構アンチどもがさ、これ見てたら、俺の喋り聞かず見てたら、こいつなんで箱漁ってんだよ、バカじゃねえよって言ってさ、見ろよ結果を、ハンター連れてんだろうがよ、しかも、ね、懐中時計持ってるしさ、彼がやってること全部意味あんだよ、お前の脳で、お前のそのちっぽけな脳でシャシャリ出てくんなっていう感じなんですけれども、うますぎるでしょ、もう全部彼に踊らされてる。はい、踊れ踊れ、んどれ。はい、これ傭兵ですね。ここで誰か即死しても傭兵がそのまま、牽制をかけながらの救助するかしないかみたいなね、駆け引きしますでいいですよね。まあ、鏡の精度はまあ普通ですね。うん、普通。いやー、マジシャンに行ったの良くなかったですね。しかも瞬間移動使っちゃってるからね。これ、パッパッカパッ、パッカパカパッパーですね。うん。CCCYC。うん、名前すごいですね。さあ、開きました。傭兵はそのまま、ちょっと危ない、危ない。危ねえ。危な、マジで。このまま傭兵恐怖食らったらシャレならんからね。今、傭兵はマジシャンが、マジシャンが出るのをちょっと時間稼いでんかな。問題のマジシャンは何しろか。これ、指名手配ついてるから、このままお前に見せちゃうぞ。俺は、皆さん、ゲートでの駆け引きちょっと教えますね。これ、特にこういう奇襲系は、
ゲートのギリギリのギリギリのギリギリまで寄ってくださいね。ギリギリ。この後多分おそらく彼は調節するから、今もう駆け引きするんですよ。あんたは、ね、引き分け取れるかどうかの仲間は、こいつ何やってんのというふうに思うかもしれません。でも、それがスリルなんだよな。まあこれやると、まあちょっとメンタル強くない人は、なんかツイッターとかさらされて、そろそろ調節すると思う、そろそろ。お、調節だ。で、鏡出した瞬間に出ないといけませんよ、皆さん。はい、出ろ!よし!チャンネル登録、お願いします!